こちらは城崎マリンワールドで暮らすトドの俊太くん。この夏はお客さんに豪快な水しぶきを浴びせる水花火で会場を盛り上げました。そんな俊太くんのトレーニングを近頃じっと見つめている動物が、隣の水槽で暮らす元気なゴマフアザラシたち。ピンとまっすぐ立ってトレーニングを見守る姿が話題になっているんです。こっちも見てと挨拶しているかのような姿もたまりません。僕たちがこっちのトドのトレーニングをしていただいたとか、あとはここでアシカのトレーニングをしていただいたりすると、僕たちももらえるんじゃないかなと思って出てきてくれますね。僕たちはその可愛いぐらいにしか思ってなかったんですけど、思った以上のお客さんはすごい反応があって、はい。その直立の様子を見たお客さんが SNS で投稿すると一躍大人気に。この並んでいるゴマフアザラシはみんな城崎マリンワールドの生まれで、とっても人懐っこいんだとか。毎日一生懸命俊太くんが練習する様子を眺め、手を振って応援しているようですね。かわいい。で、なんかいつの間にか気がついたら後ろに並んでるというようなことが多いです。ちょっと、はい、上げたりもしちゃいますけどね、かわいいので、ね。人気のスターが勢ぞろいの城崎マリンワールド、みんなで仲良く暮らす様子をご紹介しました。